夕飯の支度します。キッチンをお借りします。ご飯ご飯ご飯を作るのです。ご主人様は休んでいるのです。あ、ゆめちゃん先に行ってはダメなのです。いざも行くのです。Thank you.
んでますけど。お邪魔しちゃって。私にもよくわからないんです。数日前からうちに泊まってましたけど、それまでのこととか何も。恩返しをするためらしいです。恩返しが終わるまで故郷には帰らないって。それはイサちゃんの気持ち次第だそうです。先輩、今日は楽しかったです。それじゃ、また。食べたいのです。ジメジメしてて居心地が
いいのです。それから恩返しはずっと終わらないのです。これからも毎日ご飯を作るのです。リサはもう、いらないですか？Thank you.